ガイドウェイバスしだみ線は、愛知県名古屋市東区の大曽根駅から同市森山区の小幡緑地駅に至る名古屋ガイドウェイバスの、ガイドウェイバス路線。当線及び、当線と直通して、一般道路を走行する、平面区間を含む運行系統について、ユトリートラインの愛称が付けられている。駅ナンバリングを構成する、路線記号は Y。ここでは、 軌道法に基づき軌道特許を受けた大曽根、小畑緑地間の専用軌道区間について記述する。平面区間を含めた運行路線の詳細については、ユトリートラインを参照。森山区のしだみ地区に作られる、しだみサイエンスパークの足として計画され、バスと一般的な新交通システムの中間の輸送力を持つガイドウェイバスが採用された。 大曽根小畑緑地間の専用軌道区間は新都市、交通システムへの転用も考慮し、全線が高架線となっている。建設費は、キロ当たり54億円以上とガイドウェイバスにしては、やや高め。施設、車両は、名古屋ガイドウェイバスが保有、管理しており、専用軌道区間での車両の運転は、同社から委託を受けて、小畑緑地より、先の平面区間から乗り入れる。 バス事業者が行っている。なお、ドイツやイギリスなどで導入されているガイドウェイバスの専用軌道区間は地上区間もあるが、名古屋ガイドウェイバスの場合、専用軌道区間は全線降下を走るので、専用軌道区間を降下区間、また一般道路を走行する平面区間も全線地上を走ることから地上区間とも呼ぶことがある。大曽根駅の 各路線では当路線への乗り換え案内もされるが、実態としては、バスであるため、鉄道の時刻表の路線図には記載されていない。名古屋市営地下鉄の車内の路線図には、青波、線、リニモと共に道路線も記載されている。本路線の軌道の規格は、大曽根駅取付区間を除いて、最小曲線半径100メートル、最急勾配60パーミルとしている。これは、 将来新交通システムに移行した場合でも走行が可能となるように設定したものとされている。以下の運行区間の運転系統が運行されている。広角間である大袖小幡緑地間だけを走る。系統を除いて平面区間に直通する。広角間では昼間時間帯約10分間隔の運転である。広角間では全て各駅停車で運行されている。 2019年10月1日現在の運賃は、高架区間は、区間制で1区200円、2区230円、3区250円で、大曽根おば緑地間は250円。平面区間は、他の市バス路線と同額の210円、両区間同士の大曽根、下島伊藤間は440円である。高架区間と平面区間を投資で乗車する場合、 両区間の運賃を合算し、一定料金を割り引く。子供は半額であるが、10円未満は、切り捨てとなる。IC カードは、何かの他遠いかなど、交通系 IC カード全国総合利用サービスに対応する、その他のカードが利用できる。運賃支払い方式は、乗車口で整理券を取り、降車口で料金箱に現金を投入するか、運転手に、 定期券や、経路パス、福祉パスの提示を行うことになる。各種プリペイドカードの場合は、バス中央部の乗車口でカードを通し、バス全部の降車口で、プリペイドカードを通していた。なお、現金投入時に、釣り線は出ないため事前に両替が必要。9500円硬貨及び2000円以上の紙幣には、非対応。広角間の年度別輸送実績は、 以下の通り、乗車辞任は名古屋市統計年間、輸送密度は鉄道統計年報による。広角間の駅別乗車辞任は以下の通り、名古屋市統計年間による。なお、地上区間からの直通利用は、小畑緑地駅からの乗車に含めて計上されるが、小畑緑地駅からの乗車は、全体の6.5%程度にとどまっており、利用の多くが、 広角間で完結していることがわかる。全駅愛知県名古屋市に所在。全便とも各駅に停車する。専用軌道である広角間では車両側での制御による自動運転の実証実験が予定されている。ありがとうございます。